おさん臭いな。あ、そういうこと。はい、どうもモニラと申します。前回鼻先ライン奥のあの祠みたいなとこまで行ったんですけど、あそこにもスサノオさんいなかったですよね。あの横穴があったんで、おそらくあっちにいるんじゃないかなっていうことで見に行きたいと思います。こんなもん私にかかればこうじゃ。うん、どうぞ行くよ。あ、いるいる。なんだ、なに、え、寝てんの、いびきかいてるね。どうしました。チェスト、メニューは妖怪な、妖怪ってなるじゃん。これただのいびきかいて寝とるクマじゃないん。かわいい。あ、ここが鍛錬場やったんや。やっぱり見てん、このアマコの顔、何言うとお前みたいな。うん、あー、また手伝いってこと。そう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 、寝ぼけてるクマやったよ。なんでやねん。4時の陰影す、あ、はい、しゃらしゃれす、さ、読めたわの、はい、お、あ、お、お、それでええの、お、いいは。おすすの竜めっちゃ真空カッパガン、名前はかっこええねんな。え、いやいや、クマやりたない、やらなあかん。ちょっとだけにしといて。あー、かわいい。おはよう。あ、倒れてもだ。ああ、寝とるわ、よかった。うん、全然聞いてないみたいね。うん、グオー言うとるで。大丈夫かい。うん、うん、面目保ったな感じで。あ、まあ、意味ちゃうけど眠ってるね。はい、ただのクマですけど。はい、頼みましたよ、スヌーさん。かわいい。おそらくこの光ってるやつがさっきのところにいる、これこれと、あ、あーね、クマちゃん。全然ね、うわー、地響きしとる。あ、ええー、勝負ちゃうかな。このさ、これだけペッてあ、できひんのか。行きましょうか。よいしょ、はいはい、ほい、よいしょ。え、調べる？あ、ちゃん、ごめん、ちゃんと見てなかったわ。あ、ほんまや、なんか渦巻いてる。豊作祈願かなんか。なるほどね。うんうん、帰ってたね。はーい、うらうらー、大玉転がしってこんなんですよね。ほっ、ほい、なかなか言うこと聞かんな。これをの上に運べばいいんでしょ。難しない、結構。よっ、ほっ、ほい、え、これ絶対下がって、あ、ららららら、はい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 、こう、ほい、なら、ここ来て、
あーなるほどね。昇ってくる太陽を神に見立ててっていうことなのね。いいすげえ。才能目。そこまでの力はあの玉にはなかったか。なんだ。あ、まさかこの光は。ね、だよね。なになに今度。お、三つだけ。ん、何の形。多分こことここかな。うん、何の形。なんやさええポーズしてはりますねあ、先の花神、お猿の神様。うん、あ、やっぱり封じ込められとったん。うん、すごい賜り。あ、あなたが花神。あ、まあ、そうか、花神って言うとったしさっき自分でも。はい、花花を捧げ立て祭らん。うん、来ましたね、先神様。先神様、ジャギーン。あ、ごめんなさい、花神様。うん、花神が司る筆技、王か。ほうほうほう、枯れ木に丸を書くだけ。ウィー、はい、やってやろうじゃないですか。あ、もうここで行きますって。ちょっと気合い入れすぎた。あ、行けました。きれ。わあ、うわあ、おお、すごい、全部行く。おお、うわあ、わあ、きれい。うん、30もらえた。すごいすごい、すげえ。ねえ、ふえー言うてる。さくやの姉ちゃんの分身やろ言うたら。ねえ、めっちゃ綺麗なとこやってんね。うん、ありがとう、さくやちゃん。うん、うん、いや、ほんまに、ほんまこんな立派な木を抑え込むってよっぽどやと思うけど。うん、いやー、はい、あー、一番初めにあったやつ。うん、あの奥に行かれへんかった人とかも話聞きに行けるやん。よし、ええこと言うやん、たまには。あ、調べれます。うん、ね、ほんとに綺麗。そやね、どうかね。あ、あの汚かった水もめっちゃ綺麗、透き通っとりますね。ここは壁画のとこでしょ。うわー、なんでびっくりした。これなんか緑のポワポワしてんよな、これ。いやー、こうだっけ。あ、そうや、はい。うわ
なんかえらいもん飛ばしてきた。こんな緑の。おいっせい。はあ。びっくりした。あ、これね。お。イノスス。ウイウイ。エサやるやる。なん、エサ、なんや、豆？豆でいいの？はい。あ、いいにゃ。いかはぁはぁ。ウリボー。尻尾、尻尾かわいい。はぁ、あ。はぁ、あ、かわいい。うん。ウリボリや。あれ？なんかあれ。あ、これ。コッパ妖怪。うん。うん。あ、そんなんできんの？よかった。うっ、食べない。はい。で、なにあれ？ピヨピヨしてる間に、こうってこと？おぉ。キャベツ。どっから出てきたん？キャベツ。リンゴリンゴ。なるほどね。よし、今までのやつ。あ、お地蔵さんどう？え、まだ来たない？あ、そういうことな。うん。これからの旅を見守っててください。お願いします。これ、何？うん。うん、そうそう。うまいで。豪華な力で塗りつぶす？あ、ええの？それで。はーい。あ、だからこのなんか緑の出てたのかな？こんなんでええの？なんとかしてくれはった。あ、なんか出た。何？うん。絵巻、桜花の極意。うん。桜花の極意。はい。大地に点書き。え？ははは。点々書いたら木が生えるん。ふふふ。ふん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 。はい、わかりました。次ちょっと使ってみます。なるほどね。そう、各地にそういうなんか、極意が隠されてるってことか。うん。点灯絵巻物。あー、おじいちゃんが言ってたっていう暗号？ふんふん。あ、そうなん？あー、はい、わかりました。せやね、さっきいいこと書いとった、見たね。